はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。はい、どうも、よろしくお願いします。芸人ギルド、OK。 はい、というわけで今回はスプラトゥーン2をやっていくんですが、はい、ま、前にね、あの生放送でスプラトゥーン2をちょっと上手くなりたいということで、うん、ニコラスさん主軸でやったんですが、はい、まあ、やっぱりね、試合しないと上手くなれないんじゃないかと、うん、それはもちろんそうよ、うん、そうですよね、いうことで、ね、私たちね、ちょうど、まあ、5人いて1人がプロ、西澤くん。はい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 、はい。でも西澤くんがまあ上から見てる状態で試合すれば、こう悪いところもわかるし。確かに。勉強になるんじゃないかと。なるほどね。トライアウトでしょ、今日。うんうん。今日トライアウト。でしょ、いい人材がいれば、リバネとカラーに引き抜かれるんだ。入れてくれるって。上に上げてくから、俺は。はい、うわ、やっと、そういう力を持ってるからよし、会議室で見てる。机を叩いたよ、ドーンって。チャンスあるぞ。チャンスある。ありますね。チャンスあるよ。じゃあもう、ニスはちゃんとね、うまいってだけじゃない、面白さも見てくれる。スター性。そうだよ、何ことすんの。スター性もあるでしょ、スター性も。やっぱ、ただ上手くて痛いやつは無理でしょ。まあそうですね、スター性は大事です、ね。そうよ。うめえけど痛いやつなんてもう無理だからさ、やっぱ。はい、もう、よりそう、スター性のあるやつ、上手くてなおかつスター性のあるやつを、こうね、選んでくれるからね。そうか、うん、じゃあベシャリも大切なわけですね。そう、ベシャリもそうだし、もうあのビジュアルもそう、かっこいいかかっこいいかも大事だし。ちょっと待って、ちょっと待ってください、エピソードトークのノート取ってきますわ。俺もちょっと風呂入ってきていいですか。5分で語れる。じゃあまあ今日ははい、はい、ガチエリアで、はいはい、ガチエリア、カチカチエリア、はい、同じマップを3回やりましょう。はいはいはい、なるほど。で、2回はもう俺見とる、ずっと。はい。なるほどね。はいはいはい。で、最後の1回の前に、ちょっと助言できたらなと。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでいこうか。集大成を最後見せると。はい、うん。で、お相手は、ツイッターで、集まってきた、人たちです。うん、はい。はい。特に関係性のない人たちです。はい。ランクの指定とかはあるの？敵の。一応 A プラスから S プラスっていう。あ、じゃあこれに勝ったら俺らはもう A プラスだ。まあ A プラス名乗ってもいいぐらい。S プラス名乗ってもいいぐらい。はい。というわけで、私はちょっとミュートします。はい、はい、はい。そうだ、西澤のね、じゃあちょっと声が入ると。解説、実況よろしくお願いします。はい、というわけで。エリック、ニコラス、ガンガンいっちゃう。うるせえな。これ何、5対 5？ これどうすればいいんですか？これ今待ってれば OK。あの、西澤がこうやってやってくれるから。4対4か。と、4対4ですね。ちょっとバッテラストリート嫌ですね、俺は。バッテラね。バッテラ嫌だ。めちゃくちゃあの大会で選ばれるっすよ。こうしようかな。マジ、西田の声は今全員には聞こえてないです。分けてくれたね。誰だ、はい、マヨネーズ学園来た。あ、もう何使ってくる、あれどうしよう。ニコラさん、相手が誰なのかを考えるのやめましょう。あの全然俺プライムでいいっすか。あー、いいんじゃない。いいっすよ、いいっすよ。じゃあ自分ザップでいきますわ。これうるせえな。ヒッセン強い。プライム、ねえねえ、プライムシューターコラボか。うん、はいはい、俺が今プライムシューターベッチュなんですけど、コラボの方がバブルだからいいの、これちょっとディスコを下げようかな。いや、まあそれは人それぞれなんじゃないかな。よし、ちょっと音下げてみました。ちょっとニッチャンね、俺の質問答えてよ。音下げてみました。ちょっとひよってんな、ふうじさん。 いや、まあ人それぞれよ、それは。でどっちどっち。でもニッチャンはね、バブルが強いってたんだよ。おー、はいはいはい、バブルね。まあコラボでいいんじゃない。小池スナイパーにしてくんねえかな。やだよ、やだ、俺使えないよ。一人いねえと。いや、だから、揉めてんな。ロング抜く武器ですね。ここって、必戦使える？必戦使えると思うよ。うん。必戦でもいいんじゃない？わかりました、じゃあ必戦でいきます。必戦ね。まあ、あんまり環境的には見られてはないけど、まあ、必戦自体はね。距離が長いステージとかだと、弱くないけど。いや、そんなにロングみたいなないと思う、多分。そこまでロングしてないと思う。頑張ろう。よし、行こう。行こうぜ。悪いけど、俺が、多分。ああ、ちょっと頼みますよ、いなくなっちゃうわ。敵いないかもって思ってもいい。パパパパパ。いるから。フージリーダー、頼みますよ。頼みますよ。さあ、というわけで、始まりますよ。ちょっと会話するようにお願いしていいですか。ガチエリア。自分の感情と鼻歌しか。始まりましたよ。行きましょう。お、こっちのチームは若葉ホットブラスター。最初に橋の上一人は絶対やりたいね。オッケー。橋の上やりたい。プライム。あの絶対相手も一人か二人突っ込んでる。オッケーオッケーオッケー。俺橋の上行きます。武器は若葉、ダイナモ、キムデラ、キュロク。やれない。
やれない俺は。エリア確保されてる。ああ、エリアは。ああ、ごめん。上ローで、上ローで、そいつ。ナイス、ナイス、ナイス。もういいよ。報告いいよ。いいよ。さあ、まずここでエリア取られてるからね、芸人のチームは。まず止めたい。よいしょ。ナイス、ナイス、ナイス。止めた、止めた。ああ、右、右2枚。もう1枚いるわ。報告いいね、やっぱ。普段ゲームやってるから。塗ってもいいかも、今のチーム。報告は。おほい。塗ってから動くが、賢い選択かもしれないよ。やった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 よ。塗るとしたら、若葉持ってるハシュラスさんがエリア止めてあげるとすごいいいんだけど、あっとこれはイワちゃんナイスだね。イワちゃんナイスナイス。奥に一人いった。あーごめん。おーっとやってる。やってくれたな、誰かが。やってるね。ハシュラもう一枚います。さあここ封じ。オッケー、今当てた。ここで封じがキル入れれるのと、やばい、俺ちょっと待って、塗りにこけていい感じなんだけど、オッケー、一人やり、ナイス、まだナイス、まだ。状況的にはすごい、芸人のチームいいんだけども、やっぱカウントが取れてないね。あ、そこ、そこ、小池。あ、それやばい。あー、ここ小池一緒に行きたかったね。あー、くそ引いちゃったのはしょうがないけど、ナイス玉だったからね。中いっぱいいる。一緒に行きたかったね。ここ、言いました。ナス塗り返し、先塗り返しですよ、ニコラスさん。やばいやばい、おっと、あぁ、やばい、やばい、いいね、それ挟みたいね、ニコラさんで。いい試合してるね。やった、やった、やった、やった。あ、いいね、やっぱ、この、挟みたいとか、一人やり、こういう報告ができるのはすごくいい。さあ、ロー。やった、やった、ナイス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 、ぬろ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 、ナイス、ナイス、ぬる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 。大初心者のニコラスさん。あ、やられた。うわ、やられた。みんなナイスを俺にくれ。ナイス。ナイス。いった？いったナイス。橋の上から自立来てる。さあ、ここちょっと厳しいから。ダイナモがね。ああ、これ。それローで。それとローナイス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 。ダイナモが上から来るぞ。さあ、そして藤井ローラローラ。マヨネーズカ君が上から。あ、いいよ、やっぱ。上から上やるわ、上やるわ。うん。上に引きいる。やっぱり報告があるとね。ああ、くそ。手前側に。だいぶバフがかかるんで。プロモデラ。こういうチーム戦は。悪くない。いい塗りだよ。上のダイナモなんとかした方がいい、絶対。ああ、これいいよ。この上のダイナモをどうにかした方がいい。そう、ここのね、マップは橋上を取るのがすごい大事。プライム？はいよ。やっぱ岩下。俺なの？俺の仕事をそれ本当に。いや、わからん。プライムと上で取る。プライムと俺。ただカウント的には、でも俺今左リスナーチームのが勝ってますからね。あ、いいナイス玉。オッケー、一人やった。ナイス。いやダイナモが。ナイス。その後ろ。やばい、ニコラスさんのやっぱこの動きだと若葉じゃない方がいいね。まあ多分ニコラスさんランク1だから若葉しか持ってない。通信状況が、親との通信が切れたんだけど、こいつ。え？おっと、ここで小池の通信が切れる。いや、やってんだよ。小池の通信が切れる。あー、ゲーマーとしてね、回線が弱いのはやっぱり良くないね。いけるいける、3人でいける。頼むよ。あとは塗りだよ。あー、今の封じは取れたらなー。塗りたいよ。塗ってほしいよ。あー、まずい。取れたらなー。塗ってほしいというか、あそこまで取れてなかったんだけども。さあ、ちょっと待って。これだいぶやばいなー。いやー、くそー。ダイナモがね、まあ、やっぱりね、3対4はちょっと厳しい。ただ、岩下の指示は間違ってないね。上、でも塗らないと負けよ。あ、橋の絵を取ろうとしてもよかった。いや、これね、思ってるより悔しがってるけど、ほら、うん、悔しがってるけど、思ってるより、見てみよう。思ってるより形になってた。頼むわ、はっきりさせよ。まあ、リザルト見てみてどうなのか見てやってくれよ。ああ、そういうのやせよ。先般を判決。まあ、ニコラスさんでもね、やってないからね、普段あんまりっていうのあるけど、まあ一応今ちょっとスプラトゥーンのアプリで見てみた結果、アプリでちゃんと見て見てよ。あ、なるほど。私が10キル6です。で、僕はノーアシスト。もう全部自分で。岩下が9キル5ですで2アシスト。で、小池が6キル4ですで3アシスト。いや、ごめんなさいね。途中で抜けちゃってね。安定してるよ。安定してるよ。ごめんなさい。ニコラスさんが4キル5ですの4アシスト。何や、マイナスじゃねえかよ、こいつ。あれ、喧嘩してんな。途中で抜けた俺よりやべえじゃん。ニコラさん、この不信感が2人とも芽生えてますよ。何
こういうやつらがいるからね、あのね、新規が育たないんですよ。新規が育たない。こういう連中がいるから新規が育たないんですよ。育たない、ね、新しくスプラトゥーン始めたいなって、上手くなりたいなって言ってるのに、おめえのせいだよとか言ってくるやつらがいるから、もうみんなやめてくんですよ。よくないですよ、こういう連中が。みんな気をつけようね。クズです、クズ。プレイヤーを減らすプレイヤーですから、こういうやつは。やめましょうね。僕らみたいなプレイにならないでください。やめよう、やめよう。終わった後、リザルト確認したのが一番悪いよ。それやめてよ。やめよう。そういうのやりましょう、みんな。そうです。今のを見てね。途中抜けしちゃったんだから、ミスったんだから。ごめんね。ぜひ皆さん、今のを見てやめましょう。これは、ね。そう。やっちゃいけない、これは。そうそうそう。お、仲良くやりましょうね、ニコラさん。すいません。レベル1だぞ、俺の武器届かねえんだよ、相手に。そうなんですよ。ごめんなさい。若葉しか持ってないんですよね、今。俺の武器届かねえんだもん、相手に。そしたら、ニコラさん、ちょっと前出た方がいいんじゃない？いや、塗りに徹した方がいいかも。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。前線以下を絶対に塗っとく。はいはいはい。まあ、これちょっと富士が言ってるの正しいかな。バンバンウルトを吐くってやつ。オッケー。ニコラスさんの性格上、多分倒せる武器の方がいいんだけど。射程が短いから、大きくは塗れないけど、その、届くところをめっちゃ塗れる。はいはいはい。やっぱ武器が武器だからね。超絶手前塗りで。ニコラさんは塗りに徹した方が、ミスさんの AK ぶっ倒したら若葉みたいになっちゃったって。あ、そう多分いいかな。あれ塗りやすくしてるだけだから、金かけてカスタマイズしたやつを一回ぶっ倒すと若葉になるから。でもそれやってるとシビとかアシスト取れないから、走ろう、行きます。塗りが塗りに塗りポイント出るんで、ニコラさんこのゲームなんと本当塗りポイント出るんですよ。だから、あ、こんだけ塗ったのこの人ありがとうってのは取れる、見れるんで。そう、このゲーム倒すゲームじゃないから、ニコラさん。うわ、うまっ。いいね、端上2枚、ね、ましたが、どうでした？塗る、ねや、チャット塗るのはいいよ。ちょっと俺がミスったな、今のは。さあ、フージ、これちょっと厳しいか。うまい、うん、うまいぞ、相手の寿司コラ。さあ、ここ小池、片方がずっと塗られてんな。了解。端上、それやばい、いくない、それやりたいね。あー、小池、うわー、よかった。ナイス、小池、それだ。もうこれはでき、取れた。あー、うまい、ナイス、小池、ナイス。塗ろう、今塗った方がいいんじゃない？今塗ろう、そう、今塗るのが正解。いい塗りだよ。で、右に潜伏してるやつをやりたい。ナイスをください。あ、いいね、言わした、いいよ。違う、言わした。言葉でナイスって言っても、なるほど、ニコラさんの掛け回されてる。さあ、これカバー入れたい。違う、言葉で塗れねえのよ。あーっと、フジ、あー、頑張ってる。カウントリードしたよ。今、エリアにいるね、エリアいる。ナイスをください。あ、ニコラスさん、さっきより動きいいね。上から端上を取って、上からインク垂れ流して塗りを広げてるね。あ、いいね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 。裏にいない。うわー、左か。あー、この匂いはうまいな。あー、やべー、マヨネーズ学園にしばかれた。けど、ローにはしてる。さあ、岩下手前でやられてる。やられてる、ちょっと待って。やばい、カウントリー。さあ、ここでニコラさん、まだ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 よ、一回止めたいね。ニコラさん、今こそ手前塗りが欲しい。ナイス。ずっと俺ら側が塗られてんだよ。いいよ、ニコラさん。それを止めに行くために塗りが欲しい。初心者の動きではないね。戦うために塗りが必要だから、このゲーム。なんか言ってるね。一番やったよ。ナイス。あー、橋上。やっぱ。カウントストップした。なんか偉そうなこと言ってすぐやられてる。ナイスナイス。そのまま保持、そのまま保持。あー、これやっぱ分かってないんだね。あそこに置いてくる。その武器はね、ボムが超強いんで。ボム投げまくるといいかも。あの、これが。俺ボムの存在忘れてた。いや、マジか、うめぇ。ナイス。ポケモンニコラスさんも、スプラッシュボムっていう。転がすのが強い。ああ、塗らないと負け。塗らないと負け。先塗り。倒せよ、先塗り。ナイス指示です。富士さん、それマジナイス指示。さあ、俺ナイスをくれ。わあ、とりあえずカウンターつけたなとか。さあ、ここで小池が富士のカバー行って、そいつをまず倒して、ナイス。ああ、後ろ、上から降ってきた。はいはい。やばい、エリアがやばい。でも、ペナルティー。ああ、これ倒せないと。さあ、言わした。あーっと、ボム引っかかっちゃった。いいよ、ニコラさん、ナイス塗りだよ。そこ塗ってくれてるのがめっちゃありがたい。さあ、ニコラさんの後ろに塗る。わーっと、これは囲まれて、ニコラスが、わー、でも逃げ切れるか。あーっと、ボムもらってしまう。いやー、引っかかった。いいよ。さあ、こいけ、ここ。あー、やった。惜しい。いいよ。さあ、いいカバーだ。ナイスカバー。やばい、追っかけてきてる。塗りたい、塗らないとやばい。うん、塗られてまずいね。あー、あとジェッパーもらった。俺が、いや、俺の武器届かない。止めた。俺の武器届かない。止めたい。まだ、待て。あー、うそー。ちゃんと負けた。ちゃんと負けましたね。ちゃんと負けましたね。今のは。100で負けた、今。今のはちゃんと負けましたね。ちょっとこれはね。
まあ、ちょっと塗りが足りなかったかもしれないね、こっちのチームの。あの塗り向きが。塗りというより。あ、なるほど。そうそうそう。確かに俺がちょっとドライブ足りてなくなさそうだけど。いや、俺がブラスターなのがダメなのかもしれない。ちょっとこう待って。ちょっとここで、はい、西江もん、西江もん。はい。ツイッターで見かけないよ。いやでもね、思ってるより悪くないよ。あ、本当ですか？本当ですか？思ってるよりはね、思ってるよりは。ただあの岩下がね言ってたの正しかった。橋上取るのがすげえ大事だからこのマップ。うん、やべ。もう全員橋上行ってもいいかも。うわ、なるほどね。言ったろ。うん、西さんが言ってんだよ、そうやって。そう、言ってもいいかもしんない。俺の言葉は西さんの言葉だと思う。うぜえ、あいつ。でやっぱりあの他のゲームで声出し合ってるから、その感じもいいよ。あ、本当ですか。あ、こっち行こうとか、カバーナイスとか、そんなんはすごい良かったと思います。え、ナイス玉で岩下が俺に直接ナイスって言ってくるの、あれもあれなんですか。あれもあれもスター性あるね。え、あれってえ、ポイントプラスかよ。あれプロコンにマイクってついてないですか。プロコンにマイクついてないんだよね、残念ながら。なんでファミコンの通行みたいなって。ファミコンシステムない。え、悪くない。武器編成とかはどうですか。いや、別にいけるいける。この構成でいける。あ、いきます。ただ、もっと距離近くした方がいい。4人の。なるほど。うん、ちょっと離れ、ちょっと散らばってる。はい。じゃあ、橋を拠点にして、橋。橋上取るのはどの武器がいいんですか。全員、全員、全員で。全員だ。ボムとかメインでも全員で。で、ニコラスさんは多分性格上若葉合ってないけど、ちょっとニコラスさん耐えて、塗って、ボム投げて、スペシャル回すの方が多分いいと思います。はい。ニコラスさん、ガチへこみはちょっと。いや、でもね、いや、ニコラスさんね、思ってるより動けてるから。へこんでないよ、別に。てか、めちゃくちゃアーマー入ってくれたから、うん、超やりやすかった。思ってるより動けてる。いや、アーマーありがたい。マジでありがたい。マジアーマー。ちょっとここ、ちょっとね、やっぱゲーマーだから、やっぱここ一生ちょっとお願いします。はい。任せてください。ちょっと頑張ってください。はい。マジで。今日のシュー！あ、かけ言った。いや、もうボケ始めた。早いよ、言いました。もうふざけ始めた。ここでだけ。全然まだ。いや、まだ全然。今日のシュー！いや、全然早い。もうふざけ始めてる。今日のシュー！いや、お前、早いって。全然もっともっともっとあと全然だからやっぱり今日の週言うとこが決まってないよ本当に。まだいいの。いや、ま、全然本当に。いや、わかる。言って見てくれてる俺らの動画。橋上で橋上行くよ。はいよ。俺右で右から顔出す。チーム単位で今日の週意識を遅今日の週。あ、いい、これいい、この入り方めっちゃいい。ほら見て、敵見て、めっちゃ寄ってる。めっちゃ寄った。やったやったこれ。めっちゃいい衝動。めちゃ良かった。このまま上戻るよ。上戻って上から塗ろう。ゆかさん、俺が後ろから。ほら、いい。ほら。取りやったぞ。ナイス。ナイス。あとは塗る。悪くない、悪くない。塗りながらなんか。あー、くれー、ほらー。ナイス、ほら。右一枚、右一枚。いいよ、固まって、固まって。固まって。ナイス、ナイス、ナイス。一回、橋の上戻る。俺ネイル。橋の上戻る。橋上もう一枚欲しい。ウルトラハンコ。オッケー。橋上もう一枚欲しい。これ、封じがやってほしい。ナイス。橋上、俺行くわ。この間に多分人数的に一人塗っちゃっていいんだけど、あ、ニコラスさんだね。ニコラスさんが塗ればすごく、あの相手高台に3枚。あ、でもあこのスピナーは偉いな。ここ熱いかも。はい、固まってる固まってる。わ、さっきよりめっちゃいいじゃん。引かしてる引かしてる。下のよりニコラスさんに任しとくよ。上は守ってる。あ、そう、ニコラスさんエリアお願いします。やっぱ距離が近いのがいいね。エリア1枚浮いたのを倒しに行く。上1枚上1枚やばい。上抜かれた上抜かれた上抜かれた。了解。めちゃくちゃいいじゃん。ほら、これやっぱ距離が近いっていうのはすごい大事。今封じがね、距離離れてたね。意識上で、封じの動きが良くなかった。ノホー、よし、カバ入る、カバ入る。ほら、いい。そう、上取れてれば塗りも広げやすいんで。裏裏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 裏。うわ、封じがちょっと沼ってるな。ナイス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 。ゆかさん、右側だ。気をつけろ。ナイス。うまい。ナイス。あー、これは相手がね。やられてる、取られてる。足がやばい、やっと取られてる。裏回ってたのが良かったね。富士一人で浮いてる。ここで落ち着こう。ここ潜伏するのが、俺、あの、前に来ないよね、本当はね。足で。そこで塗り見せちゃうと、あー、ブラそこにいるんだって。周囲行きます。やられに行っちゃうから。何何、これしょ。で、これまた富士、ほら、一人になってる。真ん中でやられた。あ、いよいよ。ってなると他の3人がちょっとしんどくなる。裏裏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 裏
いやー、ごめん、僕にやられた。いや、塗り終わりで。ああいう一人の動きするなら、もうちょっと潜伏入れないと、ダメだったかな。塗ろう、塗ろう、塗ろう。左が全部から、左全部から。あ、左だ、ごめん。あー、端上。端上取られてるね。やったな、それ、端上2枚。うわ、ボムがやってる。端上2枚と左2枚かな。ナイス、ニコラスさん。あー、惜しい。ニコラスナイス。ちょっと射程が足りないね、ニコラスさんの武器。オッケーオッケー、小池待って。はい、大丈夫です。ここで死ぬのが一番茶番。みんなで、みんなで行こう。で、真ん中取ろう。オッケー、行こう。みんなで行こうって言ってる封じが一人で結構先行しがちで、で、下はニコラさんに塗りまくります。結構状況悪くしてる感じかな。あー、まかー。あー、ちょっと小池、これ今これね、これが良くないね、一人で。ナイス、いやー、ごめん、後ろ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 、高め後ろ。一枚ずつやられるのが一番良くない。うわー、上と、落とせないかー。ノー、ちょっと崩れてきた。やっぱ打開が難しいんかな。打開がもうちょっとチーム単位で動けると2枚いる。1枚やった。ナイス、よっしゃ。それペナルティ27秒で解けます。2枚落ちてるよ。うーん、オッケーです、オッケーです。申し訳ない。端上だね、端上だね。これニコラさん浮いてる。ちょっと引きたい。引かないと、それバレてる。ニコラスさんがピンチ、誰か助けられたら言ってあげてほしい。あ、やべえ、あ、これ、あ、俺自分の色間違えた。でもやっぱニコラスさん一人でちょっとどうにか左1枚回す、ね、それかここで、ナイス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 、ここ狙わないと。あと岩下死ぬやん。あー、岩下狙わっちゃった。後ろ後ろ後ろ、走取るわ。やる。うわー、うまい。この人、これはやられたかな。この人マジうめえな。エスプラスカウント、ナイスカウントストップ。素晴らしい。ナイスカウント。あー、やばい。チェック。まあまあって聞こえたけど、まあ、ちょっと相手がガチすぎるかな。ちょっとなんか遊ぶゲームって遊びなのにな。お疲れ様です。言ったと思ったんだけど、あれ、ニコラスさんが一番、うん、ニコラスさんめちゃくちゃ動き良かった。ちなみにかー、これがセンスか。ですね、はい、はい、封じが一番ダメだったかな。てめえ、いや、おい、まあ、俺らのこと騙しやがったな。俺一応そのみんなの画面ちゃんと見ようと思ってマップすげえ広いしたからね、まあ、そういうの。何それ、そういうの。あのね、マジアドバイスいいっすか。はい、お願いします。はい、お願いします。前半めちゃくちゃいい感じなかった？あ、そうね、いける。あの一回撮った時ね、うん、うん、めちゃくちゃいい感じだった。そっから崩れたでしょ。全落ちさせられた時に落ちたのよ、はい、4人固まってる時のパワーはすごいあるのよ。うんうん、やっぱりゲーム慣れてるし、カバーの入るスピードも速いから、はい、めちゃくちゃいいんだけど、はいはいはい、やられて打開ってなった時にもうバラバラ。なるほどね、もう、うん、あの順番にいっちゃってんだ。そう、順番に一人ずつやられてってる。そこをもう一回ちゃんと待って、もう一回みんなでっていうのができるとすごく良かった。全員でね、なるほど、ね、うん、で一番ダメだったのは封じだった。マップ見てたからな。しっかりしてくれよ。マップ見てたから。おい、これからスプラのこと知ってる風出すんじゃねえぞ。こういう人たちがゲームをダメにしていくんですよ。あれ、皆さん分かりました？風紀だ。こういう人たち気をつけてください。ちょっと次は貸したいですね、ニコラスさん。そうですね、そうですね。第三者。次は勝ちたいですね。じゃあ、じゃあちょっと次の課題はその、はい、全員やられたときに合わせる。なるほど、うん、ちょっと気持ちをね、うん、そう、それでちょっとお願いします。ちょっと次は成長した我ら芸人ギルドズ、芸人ギルドズの戦い、芸人ギルドズね、はい、皆さん見ててください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。